インドの宇宙開発ではインドにおける宇宙開発について述べる。インドの宇宙開発はインドの原子力部門の主導で1960年代に開始された。インドは有用な宇宙開発を優先し予算の多くを地球観測、通信、教育放送などに向けた実用衛星に投入している。これらの開発は成長力を牽引している。2000年代には 初の月探査機、チャンドラヤーン1号を打ち上げ、投入に成功した。1969年以来、インド唯一の宇宙機関であるイスロがインドにおける宇宙開発を主導している。インド宇宙開発のチ,チビクラムサラバイインド発の人工衛星アリヤバータインドの宇宙開発は1960年代に始まった。1961年、インド政府は原子力省に 宇宙開発を担当させることとし、1962年2月には、インド国立宇宙研究委員会が設立された。1962年から63年にかけて、インドの科学者団が観測ロケットの組み立てと打ち上げについて学ぶために NASA に滞在した。最初のロケットとなったアメリカのナイキアパッチは1963年に、ケーララ州のトゥンバから打ち上げられた。 1964年インドはフランス国立宇宙研究センターと契約を結びサントールとベリエを製造するためのライセンスを取得した。1960年代、まだ宇宙開発初期のインドではいくつかの宇宙センターが設置された。宇宙科学技術センターがトンバに、実験衛星通信地球センターがアーメダバードに設置され、1969年には、 宇宙開発全般を担当すべく、インド宇宙研究機関が原子力省のもとに設立された。アーンドラ・プラデーシュ州のシュリーハリコータでは発射場が建設されることとなり、アメリカが建設に協力することを拒否したためフランスの技術支援を受けて建設が進み、1970年に完成した。現在は解明されて、サキシュダワン宇宙センターとなっている。 1971年10月9日に観測ロケット RH-125 の打ち上げで稼働を開始した。これを見届けるように1971年12月30日にインド宇宙開発の父と呼ばれたビクラムサラワイは死去した。インド初の宇宙飛行士ラケッシュ・シャルマ1972年宇宙委員会と宇宙庁が設置された。インド政府は 宇宙開発のためのより野心的な目標を設定し、国産の打ち上げロケットの製造が決定された。初の国産打ち上げロケットとなった SLV-3 は固体燃料式の4段ロケットで地球低軌道へ 40kg の積み荷を打ち上げることができた。他国の多くは弾道ミサイルから打ち上げロケットを派生させているが、 インドの場合はこのロケットを基礎として、後にアグニ弾道ミサイル系統を開発している。SLV の開発責任者であったアブドゥル・カラームは、その後のインドの誘導ミサイルの発展に重要な役割を担った。1974年、国立探知局が設立された。1975年に、インドの天文学者、アリアバータにちなんで名付けられた、インド初の衛星アリアバータが、 ソ連のカプースチンヤール発射場からコスモス 3M ロケットで打ち上げられた。重さ3 6 0ラムの衛星であり、低軌道で科学実験が行われる予定であったが打ち上げ、数日後に通信が失われた。1977年にフランスとの宇宙協力協定が締結された。また、1978年には衛星打ち上げと関連サービス。 アメリカのランドサット衛星の撮影した画像の使用などでアメリカと協定を締結した。国産打ち上げ機の SLV3 の初打ち上げは1979年に行われ、一度目は失敗だったものの、1980年、81年、83年の3回の打ち上げでは、ロヒニ系統の衛星を低軌道に投入した。1979年には、 インド発の地球観測衛星となるバースカラ I がロシアで打ち上げられた。バースカラ I は水門学、地質学や森林資源管理のためのデータ収集を目的としており、可視光と赤外線の2種のカメラが搭載されていた。同等の性能のバースカラー2が1981年にも打ち上げられている。1980年の初め、 十分な打ち上げ能力を持っていなかったインドは打ち上げ能力を拡大することを試行し、イスロは低軌道に 150kg の投入能力を持つ SLV-3 よりもより強いロケットの開発を決定した。計画はアシュルブと名付けられ、SLV をほぼ変更なく利用し、2機のロケットブースターを取り付けた改良型であった。1981年、イスロは インド初の実験性死通信衛星アップルをアリアンロケットで打ち上げた。インドはフォードエアロスペースと共に4機の衛星からなるインサトマイナス1シリーズを開発し運用した。インサトマイナス1 a は1982年に打ち上げられたが打ち上げ後に障害が発生し83年9月に破棄された。インサトマイナス1 b は同様の目的で1983年に打ち上げられた。 この系統は、テレビ用の2機のトランスポンダと通信用の12機のトランスポンダを積んでおり、気象の分野でも利用されている。これは21多目的衛星の系列衛星の始まりであり、徐々にインド国内に衛星通信と衛星放送の広域網を提供していった。インサットマイナス1 b 通信衛星1984年、インドとアメリカは、 技術移転契約に調印したが、米国は東側諸国への機密技術の流出を恐れたため、実現は依然として困難であった。一方、1984年4月3日に、ソ連のインターコスモス計画の一環として、インド空軍パイロットのラケッシュ・シャルマが、初のインド人宇宙飛行士として、ソユーズ T-11 で打ち上げられ、サルート7号に11日間滞在した。 同年が秋、インド政府はソ連のエルブルースコンピューターの運用を開始している。1988年にはソ連のロケットで初のインド製造の地上観測衛星 IRS-1A が打ち上げられた。1988年、アリアンロケットがインサット -1C の打ち上げを行ったものの、打ち上げ後に失われた。 インサットマイナス -1 の最後となった4期目のインサットマイナス -1D は1989年に打ち上げられ、その後もインドが独自のロケットを持つまでインサットはアリアンロケットで打ち上げられた。アスルブは1987年と1988年の最初の2回は打ち上げに失敗し、1992年の3回目の打ち上げは軌道が低すぎる部分的失敗となった。 最後の打ち上げとなった4回目の打ち上げで拡大ロヒに衛星シリーズの最後の1機を衛星軌道に投入している。第3世代の打ち上げロケットとして PSLV が開発された。これまでに比べはるかに野心的なロケットであり、国軌道に対してリモートセンシング衛星など1トンの重量の貨物を投入可能になっている。ブースターと四段のロケットからなるロケットであり、 ブースター及び、第1弾は固体燃料、第2弾はスネクマ製バイキングのライセンス生産品の液体燃料、ロケットビカース、第3弾は固体で、第4弾は液体燃料となっている。1993年に初打ち上げが行われ、初打ち上げは失敗だったものの以降の打ち上げはすべて成功している。PSLV は低軌道で百キログラムの 貨物を打ち上げることが可能で、イスロの衛星打ち上げのための標準打ち上げロケットになっている。2015年末までに30回の打ち上げが行われている。1990年にはインドが静止軌道への衛星投入能力を保有するための新しい計画として、最も強力なロケット GSLV の開発がイスロによって開始された。静止軌道に2トンというより、 大きな輸送能力を達成するために、イスロは多くの国外技術を採用している。ブースターは、欧州のアリアン4の液体燃料補助ロケットに近い、ビカースを使用しており、第1弾にはインドが開発した固体燃料ロケットが利用されている。第2弾はビカース、第3弾はロシア製の液体水素、酸素系で2弾燃焼サイクル式の RD-56。 M エンジンが搭載されていた。1993年、インドはロシアからロケットエンジンのライセンスを得る予定であったが、ミサイル技術管理レジームに基づいて、アメリカ合衆国がロシアからインドへの技術移転に圧力を加え、ロシアは技術移転を拒否した。ロシアは7機の RD-56M エンジンを販売し、このエンジンは GSLV の第3弾に使われたが、 その後インドはエンジンを独自開発することにし、CE-7.5 の開発を始めた。1992年、画像など宇宙活動由来の製品を販売するために、国営のアントリクス社が設立された。1999年、イスロは PSLV でドイツの DLR タブサットと韓国のキット -3 を打ち上げ、初めて他国の衛星の商業的な打ち上げを行った。 2000年、イスロは、ビカースエンジンの極低音での試験運用を開始し、これは、収益が2010年に延期された GSLV の修正型に搭載された。2001年の GSLV の初打ち上げは、予定軌道よりも到達点が低く失敗。その後2回は成功したが、ロシア製の第三弾をインド製に交換した2010年の打ち上げも含め、2006年から2010年の 間に4回の打ち上げに失敗した。その後、2014年1月5日に行われた打ち上げでは、エンジンは正常に稼働し打ち上げに成功している。2002年、インドとイスラエルは、宇宙の平和利用に関する協力協定に調印した。2005年、インド防衛省は、軍用偵察衛星を開発し、2007年までに運用すると発表した。 2007年には月を対象とした共同科学ミッションのためにロシア連邦宇宙局と10年間の契約に調印している。2008年10月22日には PSLV がインド初の月探査機としてチャンドラヤーン1号を打ち上げ、チャンドラヤーン1号は11月8日につき周回軌道へ投入され月の科学的な観測を始めている。 イスロの予算は2013年に50%増加し、その額を保っている。2015から2016年度の予算は738億ルピーであった。宇宙庁がインドの宇宙政策を管轄している。この中にいくつかの組織が存在する。組織は宇宙利用の優勢を反映している。宇宙庁は首相に直属している。宇宙庁の2つの委員会が インサット衛星など、気象通信系計画と、天然資源管理を担当している。宇宙政策の概要は5年ごとに見直され、10年ごとに設定されている。イスロは、以下の施設で活動を行っているインドのロケット、左から、SLV、アソルブ、PSLV、GSLVMKI、2、GSLVMK3 イスロのビカースエンジン、インドは、 現在以下の2系列のロケットを保有しているマム、火星探査機、チャンドラヤーン計画は、インド初の宇宙探査計画で、2003年8月に、公表、2008年10月22日に2年間の探査計画で、チャンドラヤーン1号がサティッシュダワン宇宙センターから打ち上げられている。計画では、月面地図を作成し、月の近くと月の極地の氷の観測を行った。 チャンドラヤーンとの通信は2009年8月末に途絶している。後継計画として2013年の予定で月周回機と着陸機、月面車などで月面土壌の研究を行うより野心的な計画としてチャンドラヤーン2号計画が立てられた。当初、ロシアが着陸機と月面車を開発し、乗せる計画であったが、 ほぼすぐるんと失敗後の再検討の結果、インド単独での計画に変更された。イスロは計画を継続しており2016年末打ち上げを計画している。2012年8月、2013年打ち上げを目標とする火星探査計画として火星周回探査機マーズオービターミッションが発表された。計画は2010年に始められたが、急速に作業が進められ、 2013年11月5日に PSLV-XL で地球周回軌道に投入後、2013年12月1日に火星への繊維軌道に投入された。2014年9月24日には予定通り火星周回軌道への投入に成功し、インドはアジアで初めて火星周回軌道に探査機を投入した国となった。アストロサットは2015年9月28日に PSLV で打ち上げられたインド初の宇宙望遠鏡である。1996年に衛星搭載で打ち上げられたインド X 線天文学実験の成功後、イスロは天文学に特化した人工衛星の開発継続が認められた。アストロサットで提案された設計では多数の波長を観察することが可能であり、可視光、近種外、遠種外、南 X 線、 高 X 線の5種類を観測できるように装置が搭載されている。大地観測衛星の技術習得のために1979年と81年にバースカラ衛星が打ち上げられた。これに続いてインドは農業、林業、水資源管理、環境、漁業、沿岸管理などの分野において国家の経済開発を助けるために独自の大地観測衛星の開発をはじめ、 イスロがインドリモートセンシング衛星を開発を始めた。また、宇宙庁に国家天然資源管理システムの枠組みの下国家リモートセンシングセンターが設立され、衛星の設計と収集データ習得、データの他社への配分を担当することになった。IRS は1988年に1号機が打ち上げられた。高分解能衛星の登場によって都市、 インフラ整備計画分野での新しい技術応用が可能になった。カーティサット -2A 以降、IRS-1D、オーシャンサット -1 号、技術実験衛星、リソースサット -1 号、カーティサット -1、カーティサット -2、カーティサット -2A、カーティサット -2B、IMS-1 等が運用されており、これらの衛星は全て太陽動気軌道に、 投入されている。インサットは、電気通信、気象、捜索救難などの需要に応じて、イスロが立ち上げた、正式動衛星である。最初の衛星は1983年に打ち上げられ、現在アジア太平洋で最大の衛星ネットワークとなっている。インサット衛星は、インドの放送ニーズに応え C、S、拡張 C、空バンドなどの周波数の合計199の、 送受信トランスポンダを保有する。いくつかの衛星は、気象計量のための超高解像度放射系と、高解像度固体節像素子を搭載する。またコスパスサーサット計画に基づき遭難者、捜索用の一指示信号受信装置も搭載する。インド地域広報衛星システムは7機の衛星から、なる、衛星即位システムである。 1>, 1期目となったエルンス -1A は 1425kg で、2013年7月1日に PSLV-C22 によって軌道に投入された。以降、2期目のエルンス -1B は2014年4月23日に、3期目のエルンス -1C は2014年10月16日に、4期目のエルンス -1B は2015年3月28日に、5期目の エルンス -1E は2016年1月20日に、6期目のエルンス -1F は2016年3月10日に、7期目のエルンス -1G は2016年4月28日に、軌道投入され、すべての衛星が揃った。エルンスは2016年の運用開始が見込まれている。衛星は I-1K 衛星バスを基礎としており、 7機の衛星が通過するインドやその周辺の南アジアの 1500km の範囲をカバーできる。2008年、イスロがレーダー観測衛星ライサット -1 を開発していた最中にムンバイ同時多発テロが発生した。外的脅威に対応して、インドは緊急でイスラエルから購入したレーダー偵察衛星ライサット -2 を2009年4月20日に PSLV で打ち上げ、 軌道に投入した。ライサットマイナス -2 は合成外交レーダーを搭載している。ライサットマイナス -1 は2012年4月26日に PSLV で打ち上げられ、軌道に投入された。両衛星は、軍民療養の目的で打ち上げられている。軍専用衛星としては2013年8月30日、インド海軍の静止衛星、グサット -7 がアリアン5で、 軌道投入された。この衛星は艦隊通信や海岸線監視を目的としている。今後打ち上げ予定のグサッとマイナス 7A と統合的に運用される予定で、グサッとマイナス 7A は陸空軍とも情報共有する計画である。2015年8月27日、GSLV-D6 で打ち上げられたグサッとマイナス6は c バンド対利用の通信衛星で、 軍事利用が意図されている。ミサイル関連では防衛研究開発機関がアグニなどの弾道ミサイルの開発やミサイル防衛システムを開発している。イスロは有人宇宙飛行の技術と運営の基礎的情報を得るために予備的調査を開始した。計画は自国領土に戻って着陸できる自立飛行型の宇宙カプセルで2から3名の飛行士を 300km に渡って 地球を周回させるものである。イスロは2012年3月末の時点で有人宇宙飛行の要素技術の研究開発計画に予算の1%程度使用とされる。2014年12月18日、GSLVM3 型の打ち上げで1期目のカプセルの試験が行われている。国営企業アントリクス社が衛星画像の取り扱いのほか衛星打ち上げ、 衛星バスによる衛星製造受注なども言っている。国営企業を除く航空宇宙系企業では、組用航空機などを製造するヒンドスタン航空機が存在し、PSLV の上段ロケット CE-7.5 の製造やその後継機の開発を行っている。また、コドレジボイス社は、ビカースエンジンとその後継機の開発を行っている。 2009年に最終となった。ありがとうございます。